まあ、ああもう平林さん相手にどういうレースをするかという、はい、でも展開的に一番理想の展開だったんで、あとはどこまで持つかって感じだったんですけど、思った以上に早く来ちゃって、早く通過。菅田さんも中段から早めに動いたりもあって、はいはい、ちょっとまだ自分も映像見てないんでちょっと分かんないんですけど、あもう行かれちゃうなと思って、まだ足ある感じで行かれそうな感じだったんで、まあ、一か八かもう自分で持っててたまたま止まってくれたんで、はい、たまたまだと思うんですけど、うん、ただその、まあ、優秀戦の悔しさもある分、はい、出し切りたかっただろうな、そうですね、はい、それもあって、まあ、海老根さんの立ち食うですけど、まあ、2社なんかの人ついてくれるんで、まあ、そういうのもあったんで、やっぱ思いっきりいけたっす、はい、決勝戦もう一丁、はい、そうですね、まあ、新田さん、新井さんと、はい、塚谷さんと、はい、まあ、細切れのところになりました、はい、そうですね、まあ初日2日目のなんか失敗しないようにしっかり自分の力出し切って、まあ着度は後からついてくると思ってしっかりレース内容いい形で、はい、頑張りたいです。また頑張ってください。はい、